病院で院内感染。入院してて、おふくろさんと一緒に入院してて。入院しててもらったの？すごいね。入院感染のコロナだったかと。面会理がいいもんな。何のために面会したしてんだろう。ふざけんな。何社のとこ職場出なかった？いや、半分は出たよ。半分出た。36人の会社だけど、半分ぐらい出た。結構出たよ。バラバラに休んでくれたらいいけど、まとめて休まれるから、ね、決まんねえの。キロさん、事務所なんてなってないのか、12人で、俺だけ、俺が一番いい。あ、本当。俺だけ、なんでこれなんなんないのか分かんない。ダビちゃんも一回、ね、危ない時があったもんね。危ない時があった。競馬場とか、競技場とかね、空気のつながりとか。そうだよ。分かる、若い頃から。本部さん、行ってきたよ、大井競馬と平和島協定。もう行ったの？特に平和島なんてもうね、ひどいよ、客層。ほんと人間のクズのは無理だとは。それは、ほんとに。あのね、東京でね、一番クズのところって、ね、平和島協定よりもね、クズが集まる場所ってないね。あの日本で一番クズが集まるところ、平和島協定。あいつらみんなクズだよ。クズ、ね、自分のクズだね。もうね、人間のクズっているんだなって思ったよ、本当に。あー、すげえクズだなと思って。クズの写真撮ってきてやろう。これクズ、みたいな。本当にさ、赤ん坊おんぶひもで抱っこしながらさ、いけーとかつってる女がいてさ、俺、どうやろうかなと思って。それマジで。女の人いるんだ。頑張ってこ。ただ、ライターはどこかが分かんないな。いいコースだな。打つだけじゃないよ。もう、俺のバット使ってんだから打てよ、おい。いいよ、オッケーオッケー。固定してんじゃん、俺。早い。あれ、どこ高校だっけ、彼は。藤見野です。え、彼、彼。どうですか、あれ、浦和学院の浦和学院。そうなの？なんか前言ってなかった、浦和学院。ダメだろ、浦和学院になっちゃう。まあ、俺は堀越だぞ、お前。あ、今笑った？いや、野球強いっすよ、あそこ。野球部じゃないっていうね。野球部じゃない、住宅部。おー、オッケーオッケー。どこ狙ってんだ、お前。あ、ボールボールボール。大丈夫です。キャッチボールしてもらって。ああ、投げる？ダメだろ、おじ、俺たちおじさんだぞ、おい。早すぎ。さあ、この回大事だよ。これ、おじさんだから頼むね。オーケー、ないな、ないな、ないな。もう一個、もう一個。もう一個いっちゃう、もう一個。ちょっと何気に硬い。やばいよ。これはちょっと脱走だね。あれは、あれは。あ、ダメちゃん、勝負だよ。さあ、ダメちゃん、行こう。おい、いいよ。シャネ、シャネ、シャネ。ダメ、シャネ、シャネ、シャネ。あ、止まんねえね。止まんねえ。あそこはもう一回止まんないね。いや、シュートだよ、シュート。シュート打たない。受けてあげて。早いけど、たま。あー、ぶつない。おお、カットだ、カットだ、カットだ、入った、入った。よし。いやー、いっちゃね。どんどん。
めちゃくちゃ早いよ。ギリギリまでね、粘ったから、うん、じゃあ9時までやる、僕は朝勝ち王だと早く終わらせて ね、あいつら、あいつら、あいつら、いやもう、止まんないっすよね、バットね。打つか打たないかっすよね。次投げます、自分。頼むよ、じゃあ。はい、よし。あっていこう。